フジッピーと考えよう。子供の成長に必要なもの。自立していない子どものお世話や教育のために必要な費用を養育費と言います。親権者で亡くなった親でも、子供と離れて暮らすことになった親でも、子供の親であることに変わりはありません。養育費は両方の親が子供の成長を支えるために必ず払うものです。夫婦の問題と子供の養育の問題は別に考えましょう。養育費は子供の権利です。国の調査によると、養育費について取り決めをしている方は、母子世帯で 42.9%、父子世帯で 20.8%。そのうち、養育費を受け取っている方は、母子世帯で 24.3%、父子世帯で 3.3% にとどまっています。養育費がなかった方からは、生活が大変だった、子どもの進学でお金が必要な時に困った、などの声があります。一方で、養育費があった方からは、子どもが学校を無事卒業できてありがたかった、自分の収入が減った時に助けられた、などの声があります。離婚するときは、子どものために、必ず、養育費のことを決めましょう。離婚前の方も、離婚後の方も、ひとり親サポートセンターに、ご相談いただけます。